どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。ということで、イーストワードやっていきたいと思います。さあ、前回ね、ちょうどいいところで終わりましたので、やっていきたいと思います。まあ、第2章だね。ちょっと気になることが多くなってきたけど、早く外の世界見てみたいね。じゃあ、早速やりますか。ジョン、今、蝶々が見えた気がする。完全に今、引いてきたからね、あの家を。すごくご機嫌だった。いい意味でね、私たちは喜んでられない。これから地上へ行くんだもの。でも地上はすごく綺麗だよ。ずっと向こうまで空が続いて、緑もたくさんある。たわごとよ。だって、白芸校へ行くのよ。白芸校。列車は間もなくトンネルを抜けます。気圧の変化にご注意ください。気圧って何？耳キーンってなるやつ。おお、めっちゃ綺麗。何あれ？すげえ、やっぱ綺麗だなぁ。見て見て、空だ。ジャスパー、空だよ。第2章、森が教えてくれたこと。ジョン、絶対寝てるよね。起きた。そうだね。今までずっと画面暗いところだったからさ、地下だったから、そんな思わなかったけど、めちゃくちゃ綺麗だね。こっち行ける？行けない。ちょっと周り、話しかける前で周り見たい。前行けない。話するパターンか。すげえ。めっちゃ綺麗じゃん。すごーい、キラキラしてる。認めざるを得ないわ。まあ見たらね、死者の国がこんなに美しいとは思わなかった、まあ、どっちが死者の国かっていう話をね。次は白芸校。やっぱりそうなのね。私ら死んだも同然よ。まあまあ行きましょう。おお、すげえ。そういうことか、白芸校。上のクジラ生きてんの、あれ。あ、鹿もいる。めっちゃテンション上がる。あ、めっちゃサンちゃん笑ってる。うわー。うおーって言いそう。広ーい。きっと大きな町だね。ジョン、早く来て。その歩き方よな。助けてー。ノコハラムクッキー、不気味なる太陽。私死んじゃう。何言ってるの。見てよ、みんな元気だよ。信じないわ。私信じないわ。あちし信じない。大地は荒れ果て、命の影となし。はいはい、置いていこう。ねえ、見て体験したらもうそれは本物よ。私一歩も動かないから。あちし、理解してくれる人現れるまで絶対。大丈夫、多分イケメンが来るから。じゃあ行くね、バイバイ。おお、こんな感じなの、ワールドマップか。すげえ、ついに来た、外の世界。しかもいる。トイレだね。すげえ。曲めっちゃいい。これテンション上がるな。行こうぜ。あれ？これか。おお。ジョン、リアクション全くないのがすげえな。
山道。バス停だ。バス通らないだろうなぁ。ちなみにフライパンは触れない。あ、冷蔵庫。ここの高台には大きなクジラがいる。言い伝えによると、それは記憶を喰らう、怪物なのだそうだ。この冷蔵庫とは逆ってことだね。てか、車おしゃれだなぁ。見たとき、パッて見たとき思うけど。ジョン、見て、誰かいるよ。誰かいる？ほんとだ、人いた。何？声でもしてるんですか？え、お宝が。宝が欲しい。もう話しかけるよりだ、ね。ああ、こっち進んじゃうね。これ下行ける？通れない。あったあった。普通にそこあった。あ、でもお金はやっぱこれなんだね。ソルトなんだ。おお。で、ぐるっと回って。これ釣りとかあったら最高だな。はい、左ですね。ないね、何もない。ぐるぐる。どうも。ジョン、ジョン、なんで知ってんの？あ、そっちかい。やっぱ犬だ、ジョンは。お腹すいた？お昼ご飯食べようか。あら、あなたたちは？私はサン、こっちはジョン。ホットクロック島から来たの。ホットクロック島、ああ、知らないんだ。つまり、外から来たのね。長老に報告しなきゃ。ああ、しないといけない。ダメだよ。私たち、町長さんに閉じ込められてたんだよ。それは違う町長です。ははは、怖がることはないわ。ここの長老は優しくて寛大な人だから。私はユーバ。村に寄って行って、はいはい、外の人を見たらみんな喜ぶわ。ジョン、行くわよ。はーい。あ、ごめんなさい。今のジョンに行ったの。こっちもジョンです。あーじゃなくて。こっちのいるのジョンね。私は木芸のところで待っているわ。ジョン、かわいいな。動き方、縦の動き方、あの動き方なんだね。入れない。おー。は、いかにもなんかハンターって感じの人がいる。ジョン、村があるよ。敬礼してた。着いたのね。二人とも歓迎するわ。いや、長老でかくね？ああ、サイン行っちゃった。ちなみに、買い物はできるみたいだね。クイックストック、弾薬、爆弾。爆弾ケース、弾薬。あ、爆弾のアップグレードか。え、ちょっとやってみる？どうなったの？アップグレード、うん、え、どうなったレベル2。あ、ダメージが上がるとかそんな感じかな。じゃあセーブしとこう。大事なものを冷蔵庫に入れるのは鮮度を保ちたいからだけれど、次に飽きた時それはもう劣化しているかもしれない。必ずしも綺麗に残るとは限らんからね。お宝ある。ってことはあれ、下行けるんだ。どうも。ボーマン、おいっす。
ここはグリーンバーグの村だ。長老が待ってるぞ。木ゲート前にいるはずだ。はーい。あのでかい人だよね。カカシだ、カカシ。ヘノヘノって書いてある。変な形。あ、アヒルが泳いでる、右。これアイテム屋さんだよね。どんばーん。見ていってくれ、ヒゲ船長だって。他のもの、地物の野菜だよ。あ、めっちゃある。パンもあるし、ポタージュもある。まあ、拡張しよう、とりあえず。俺、全然食い物使わんもんな。ちなみに、多分次300円とか。いや、売り切れか。地下で買えるだけ買うのありだったかもね。パンプキン。あー、溶岩島だって。人生まで甘くしてくれる。ハムだ。買っとくか。レモン、うん。ハム高いね。ミルクも高い。味付けか、溶岩島。パンはそのまま、ポタージュも食べ物だね。うん、食べ物ガンガン使っていいかもね。料理もで、料理もできる。なんかすごいな。いや、一旦このままでいいや。どっかでまとめて料理してみよう。レシピ解放したいもんね。あとはガチャのお時間です。久しぶりのガチャです。さあ。ゴブリン。かぶるね。大地の子は外の世界でも使えるんだね。何？できるは持ってないの。アイバットか。だいたい回転が早いともう来るね。お、ピンクハゲワシ。経路に影響するものは口にしない誇り高き鳥。小さい頃はどの家の庭にもフラミンゴが飾ってあった。昔の話ってことだね。上のアヒルかわいいな。証。あ、乾燥させてるね。これは何？選別って言った方がいいかな。これはね、ネズミ芋っていうの。見てくれ、見てくれは変だけど美味しいのよ。あ、釣り？いや、なんか浮いてる。なんか、フンみたいなやつ。フンみたいなやつを頭乗せてるやつがいるぞ。あんたらか。ユバの言ってたよそ者ってのは。あれ、カビか。よそ者、おい、俺にも見せてくれ。いいか、よく聞け。ユバに指一本でも触れたら、ただじゃおかねえからな。落とすなら相手をよく見てからにしなよ。お前なんかあっという間にさ、あっという間にされちまうぞ。今なんて言った？なんなら勝負してやろうか。あんたたちあまり気にしないでくれよ。うちは悪いけどいいやつなんだ。まあ大体口悪いとそういうやつ多いよね。ユバの兄貴だから心配してんだよ。ああ、なるほどね。お兄さんか。誰がフォローしてくれなんて頼んだよ。このトンチキ。腕前を披露しただけりゃ、養豚場へ来ればいい。谷の東にあるからよ。どんだけやれるか見せてもらおうじゃねえか。話せるんだ。野球ばあちゃん。来たよ。ついに来たよ。収穫まであと少し、あと少しだね。収穫か。長老いたね。これが木芸？大きいね。蝶々の家と同じくらいじゃん。ちょっとなぁ、お宝取り行っていいっすかね。あー、そっちじゃないです。お姉さんではないです。随分と乏しいお兄さんだね。私がもう少し若かったら、そりゃあもう。何の話だ。お母さん、何言ってんの？収穫はあさってからだよ。あの、おっかさんのことは気にしないでいいよ。もう年だから、アヒルと鳥の区別もつけなきゃ、つけやしない。人の区別はつけてほしいな。戻れた。外の人間を訪れるなんて何年ぶりだろう。あなたたち、山の向こうから来たの？ああ、山の向こうになるのかな。あれ、これ。
あ、いけたいけた。よかった。トークン、またガチャできる。できればガチャあれだね。あの、一等が全く違うやつっていうか、魔王じゃないやつの時に引くのありだね。お、入れない。いや、なんかありそうだけどな。上の方は、あ、自宅って感じか。入れるの？おー、綺麗。ここ貸してくれんじゃない？もしかしたら。よそ者だけど。じゃあ話しますか。完全に寝てるな。ウェスおじさん？ウェスおじさん？長老殿！おう、ユバか。今日もべっぴんさんじゃのう。ウェスおじさん、こちらジョンとサンよ。ジョンなら朝にも見かけたぞ。ややこしいね。どこへ行きよった？人間のジョンよ。おお、言われてみれば見ない顔じゃな。しばらくあの小屋を貸してあげてもいいかしら？どこ？どう思う？ユバは別品じゃろ？そこですか。この子はグリーンバーグの宝物じゃ。メスおじさんったら。まか言っていいの？ほほほ。ごめんなさいね、長老は。冗談が好きなのよ。谷の東側に小さな小屋があるわ。よかったらそこで休んで。必要なものがあったらいつでも行ってね。もう行く？じゃあね、ジョン。一緒話せるんだ。かわいい。あ、いいな、ジョン。かわいいな、ちょっと語弊があるけど。入ろう。まず、長老の家来たら、お宝探しやね。ばーばー。明日の晩は宴が開かれよ。そりゃあもう盛大なやつだ。村全体で収穫の祝いするんだ。あー、タイミングめちゃくちゃいいね。うふふ。もう待ちきれないんじゃないか？このバーはもう同じさ。外から来たんでその楽しみはわからんけど。あ、お宝の匂いがします。みんなが話していた新顔ってあんたたちね。驚いたわ。こんな可愛いお嬢ちゃんまで。このスープ？これは山の神様への捧げ物なの。山の神様か。あさってはもう収穫の日だからね。あった、普通にあったわ。塩。どんちから金を取るなって思うけどね。東の小屋こっちか。いや、お宝だけか。お酢。でも水はそんな出ない感じだね。ん？フレンドチキン。フライドか。フライドチキンか。湯葉の家だもんな。休みますか？え、買って休めんの？休めんの？むしろ。絶対怒られるでしょ。東の子はやっぱあれかな、畑通ってってことかな。それとも、いや、でもそんな感じだよね。まあ、行ってみるか。こういう時マップ。あー、全然ここじゃなかったわ。ここじゃない。じゃあ下行こう。ついでにセーブしていこっか。いや、いいね。音楽がほんといい。おい。行こう。え？マジで？バーでショーやってたの？嘘でしょ？めっちゃ言われてる。嘘言い訳ないでしょ。
私これでもスターだったのよ。すごいセレブじゃん。ねえジョン、セレブってどういう意味？金持ちってことさ。あれ誰かいるの？まさかお友達？そうよ、サンとジョン。なんかダサい。うちの村の人みたい。とりあえずシカトしようよ。そのバーのこと教えて。バーってみんな露出するすごい来てるって本当？まあいいけど、都会に憧れてんだね。地上で生きた人間であるなんて思わなかったわ。しかも気が合う女子だなんて。お前はオカマな。さあさあ、行こう行こう。東、多分これ右だよね。さあさあ。来たよ。これ渡って、小屋だ。狩人の小屋だって。セーブ場所もちゃんとある。自転車が、自転車が刺さってる。刺さってるっていうか木が、飲み込んだって感じか。面白い。君は多くの経験をしてきたに違いない。記憶の色彩が以前より鮮やかになっている。こんなのもわかるんだ。鮮度の問題かな。あー十分十分、雨風しのげるからね。わあ。ジョン見て、ベッドだよ。藁のベッドだね。久しぶりにベッドで寝れるね。しかもちゃんと時計もあるんだよね。おっきい鍋もある。美味しい料理もたくさん作れるね。ラジオか。いや乗らないで。ジョンこっちこっち、外が見えるよ。木がたくさんある。グリーンバーグは見えるかな。あ、見えた。まあ楽しそうでね。いいね。ねえ、湯葉だよ。ジョン、見て、湯葉だ。今、飯作ってます。じゃあ、料理できるね。それだったら、なんか作ってみよっか。せっかくだしね。卵、ミルク、クラブアップルで、溶岩糖使ってみようか。何ができるかな？未発見のレシピだって。さあ、スロットタイム。トマト。鍋！よし！斜めには揃った。多分横だろうね。めっちゃ入れるんだよな。ケーキ！マジで？しかも攻撃力ある。美味しいが栄養はあまりない。めっちゃいいじゃん。ケーキめっちゃうまそう。とりあえず何もアイテムはなしか。平気平気、ジョンはすごく強いんだから。この森にはいるのよ。森の奥に入らない方がいいわ。ん？なんか開いてる、ゲート。ジョン。ジョン、養豚場に行こうよ。ミラー兄さんが養豚場の人手が足りないって言ってたの。よかったら手伝ってあげて。あー、なるほどね。ジョン、行こうよ。まあそうだね。せっかくお世話になったしね。そうそう、終わったら村に寄ってってちょうだいね。美味しい夕食を作っておくから。急ごう、ジョン。早く終わらせてご飯食べよう。いや、完全にさっきケーキ作ったんだよな。じゃあデザートは持っていきますね。デザートはね。ちょっと待って、それ、お宝あるじゃん。お宝どっから入るの？こっちか。トークーン。今、コイン6枚。じゃあ行こう。
ブッタちゃん、ブッタちゃん。ん？こっち立ってんの？力を貯めなければ遠くはいけない。おお。おお、いいね。え、目的地は？あー、絶対こっちじゃない。合ってたわ。合ってたわ。また合ったな、若いの。ミラー兄さん、お願いします。若いって、ジョンの方が年上に見えるよ。ヒゲの問題だと思う。でも、あんたはうちの子よりずっと若いだろ。がははは。それはそうと、あんたら手伝いに来たのか。そうだよ、ジョンはすごい採掘者なんだ。採掘者？そらなんだ。あー、知らないんだ。うちの仕事は簡単だ。豚を柵の中に追い込めばいい。このところこいつら落ち着きがなくてな。うん。柵を全部壊されちまいそうだ。一見するとおとなしそうなんだが、怒らせるとえらく厄介なんだ。お嬢ちゃん、ここで見てた方が安全だ。そうだね。うわ、豚？ちょっと待って。そう焦るな。一見すると、こっちではないらしいですね。チーム切り替える。はい。はい、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 すいません。はい、はい、はい。チームを切り替えるってなんだ？え？何？豚風船、風船豚を柵の中に置き込むんだ。大方は厄介な豚野郎、野豚の仕業だろ。あんたも気をつけるよ。ちょっと待って、いけないじゃん、さっきからずっと。なるほど、こうやって置いていけるんだ。頑張ってね、ジョン。風船豚とはよく言ったもんやな。ほら行け、こら。ほら行くんで、こら。ほら行け。ほら。ほら行け。帰れ。マジで風船豚めっちゃ膨れるじゃん。ほら入れ。あれは叩きすぎてでかくなってんのか。どっちだ。モフ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 。やばい。よし、入れてしまえば勝ち。あと2匹か。ほら、いけいけ。触れすぎるともう動けなくなるんだね。ほら、いけ。よし。あ、豚ちゃん。これ大丈夫かな？ゲスラ的に。まん丸。1、2、3。ちゃんと数えれる？ 4、5。全部入ったよ。ほほう、やるじゃねえか。立派な豚使いだよ。なんか嫌だな。今日の仕事はここまでだ。風船豚って面白いね。サニーサイド農場のポットクラブを思い出した。ポットクラブ、うまそうな名前だな。ポットクロック島の名産でね、すごーく美味しい。そう聞くと腹が減ってきたな。村に戻って飯を食おう。ユバが夕食を用意してるはずだ。養豚認定書を手に入れた。文字が文字として見えない感じがするけど。へえ、丸いな。届かないね、さすがに。お宝もないだろうね。さあさあ、お手伝いもしたしね。あら、あんたたち。ジャスパーを探してるの？あっちにいるよ。あ、なんか見えるね。
もっとバーの話聞きたかったのに邪魔が入っちゃった。ああ。まあ、興味があるのはね。いいか。ガチャは後だ。あ、こっちだね。あ、お帰りなさい。お疲れなんじゃない？夕飯の用意してるから、ついてきて。どんなもん出てくるんだろうね。なんかネズミ芋って言ってたもんな。その時よ、ジョンは運命の鍵のことを思い出したの。ちょっと待って、何の話ですか。そして巨大な機械の懐にぶっ刺した。すると邪悪な町長が何百年も秘密にしてきた隠し通路が現れたってわけ。運命の鍵、すごい。何それ、かっこいい。お前すべて見てたかのように話すな。運命の鍵っていうのは、ジョンが巨大なポットクラブからむしり取った魔法の鉄の棒よ。さっき思いついた名前なんだけどね。悪くないでしょ。で、話に戻るけど、誰も予想だにしてなかったのよ。まさかあんなことが。そう、まさにその瞬間、悪の町長が頭を持ち上げて私たちをトンネルに追い詰めた。そんな、私は何をすべきか瞬時に悟ったわ。そして力の限り叫んだ。逃げて、ここは私が食い止めるわ。全然合ってねえなこいつ。まあジョンが言わないからね。ねえ、そんなの記憶にないんだけど。言ってやれさん。あの人いつまで続ける気なの。せっかくあの二人が食卓を囲んでるのに。この分だとユバが彼とお話できないわ。エミリー、あのジャスパーってやつを連れ出してくれよ。あ、なんで私なの。他の人にやらせてよ。お前あいつと仲良くしてたじゃねえか。父さんとはちっとも喋らねえくせに。めちゃくちゃと。あ、当たり前でしょ。だってダサいんだもん。服装も喋り方もダサい人と話せるわけないでしょ。なんだとおい。お父さんだったね。エミリア、頼みを聞いとくれよ。今はわがまま言ってる場合じゃないのさ。ユバ姉ちゃんの一大事なんだ。ああ、そういうことね。ジャスパーを連れ出せばいいんでしょ。いいよ、けどあくまでユバ姉ちゃんのためだからね。ジャスパー、あら、エミリーちゃん、いいとこに来たわね。ほら座って。地下で大冒険の話をしたとこなの。ちょっと来て、あんたに用があるの。え、でもまだお話が。いいから早く来て。まあでもなんだかんだ聞いてくれるんやね。どういうこと？なんでみんな外に？その、ポットなんとかの話聞かせてよ。お、本当に聞きたいの？やだもう、あんたたち。愛しちゃいそう。それは遠慮したい、遠慮しときたいな。じゃあどこから始めようかしら。そうね、まず私がどうやってあの邪悪な蝶々を切れさせたかって話だけど、そういえばそのあたりわかんないよね。昔なんであそこに捕まってたのかって話だよね。あれ、絶対寝てるよね。ちょっと待って、よかったら私の家来ない？誤解しないで。夜の山はとても危険だから。サンちゃん、私の家で寝かせた方がいいかなって。それは、賛成ってことでいいのよね。無言だからね。ついてきて。私の家は池の北側にあるわ。もうすでに何度かお邪魔してます。すごいね。夜は夜で、ホタルが回ってるんだね。ここよ、どうぞ入って。寝ちゃったわ。よほど疲れてたね、気の毒に。ジョン、
私に任せて。いい子ね。将来きっと優秀な女性になるわ。ここに寝かせておきましょう。私が見てるから。何？みんな揃って何やってるの？あなたたちいつの間にここへ？ずっと前からよ。ええ、寝ちゃったわ。ところから。ずっといたのか。作戦開始だよ。作戦？あなたたち何を企んでるの？では、あなたの戦闘服を用意したわ。そういうことね。戦闘服？こんなもの着せて。どうするつもり？ムフ。いやー、綺麗だわ。私の若い頃そっくりだよ。よく言うよね、こういうセリフあるよね。でもこれ動きづらいわ。どうしても、着なきゃダメなの？お娘じゃないんだから。いつも通りの振る舞いもダメよ。そうそう、かやわく、かなげに振る舞うのよ。はい。はかなげに振る舞うの。横のように可憐にね。横って名前た悪い豚さん。私が教えた技覚えてるかい？彼の目をじっと見つめて肩に手を置くのよ。そしたら寒いわってジョン絶対聞かなそうなんだよな。いやーたまらない。それ羽当たったわ。もう一回やって、もう一回って。めっちゃ盛り上がってる。寒いよって。キャー、さすがにお姉さん。これならあの人もいつ頃ね。この辺に直し。行ってきな、湯葉。逃がすんじゃないよ。まあね、人口少なさそうだからね。じゃあ逃げますか、ジョン。ジョン。あなたはもう帰るの？つまりそのもう少し一緒にいてくれない？ここの待って街灯は明るいでしょう。先日取り付けたばかりなの。と言っても私じゃなくてウォーマンさんに頼んでつけてもらったの。あなたはどうなの？ここに残りたいって思わない？野屋の裏にちょっとした空き地があるわ。そこに船を建てて、春になったら畑に麦を植えて、何羽か鶏を飼ったりして、寒いわ。やだ、失敗した寒いわ。ああ、やっぱりダメね。録音更新しました。犯人は私がついてるから安心してね。動きが悪かった。お色気作戦失敗です。こういう不幸が起きた時にガチャをするとね、多分当たるんですよ。こういう時にやるとね、当たるんですよ。まあでも、そうだよね、多分、そもそも、まあ村もちっちゃいっていうのはあるだろうけど、外の人口的に人多いのか少ないのかっていう問題もあるだろうね。あ、またダークナイト。あ、ガンガン回そう。お、来た！やっぱ人の不幸があったとき、当たるわ。しかも、新魔王なんだ。
魔王の最終形態、明日から実験が始まる。幸いにも間一髪でこのゲームを完成させられた。あ、実験が始まる、作成者なんかあったのか。いやー、これで人の不幸があった時に当たるっていうのは実証されましたね。よし、じゃあ一旦寝ますか。あ、これあれだ、移動イベントだ。でも時間もいいからちょっとここにしよっかね。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まあまあまあ、やっと外の世界出て人に触れたって感じだね。まあ明日祭りがあるとかとも言ってたから、ちょっとそのあたりは楽しみにしましょうか。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。